これ見ながらお酒飲んでる人ってどれぐらいいるんですかね。で晩は食べ終わって一杯やろうかなっていう時間帯かなと思うんですけど、なかなかねおっさん一人の映像を見ながらこうお酒飲むっていうのも辛いと思うのでBGM 代わりに、ね、使ってもらえるといいかなと思うんですけど。皆さんこんばんは、いつもありがとうございます。はい、土井書店の4代目の富山さんと申します。で、毎週恒例の夜8時からのインスタライブ、今回で4回目ですね。で、今日は8点のお酒を紹介しようかなと思います。北海道のお酒って日本全国の日本酒の消費量の中のたった 1% しかないんですって。たった 1% ですよ、たった 1% たった 1% しか飲まれてないというのはもうちょっとあまりにもね悲しいなという気持ちになりまして、今回は北海道にちなんだお酒というかな、それを2点まで紹介したいのと、今週のおすすめとして3点ですね、それからこう日本酒以外の部分をまた3点ぐらいね紹介していけたらなと思ってます。もともとね北海道のお酒って言うほどじゃない、まあ、こういうこと境ぶと微妙なんだけど、道産酒の地位っていうのは全国的に見てもすごくこうね、こうみんな北海道のお米って実は今ね3種類です。銀プっていうお米がまず一番最初で、2番目は水星っていうお米、赤い水星のシャート水星ですね。3番目は北雫っていう、銀プ、水星、北雫ですね。よくね皆さんに聞かれるのが、お米の違いがどういう味になるの、あるようでないんですわ実は。で、今日まず1本目紹介するのが、上川大福。今までにないセンセーショナルなことをしたね、酒蔵さんという人気がありすぎて、冷蔵庫、酒蔵さんにもお酒を貯蔵しておく冷蔵庫があるんだけど、そこの中をつっからかんだってつっからかんだって作っても作っても全然足りないんですよ。これ辛口って書いてあるんだけど、これ作ってる方って川端さん辛いお酒作りたくなかったんです。あまりにも周りに辛口辛口って言われるから仕方がなく作ったって当時言ってました。この上川大輔作った時に、一つコンセプトを決めてたんです。飲まさる酒、飲まさる酒ってすごくこう、ね、友達なので彼の投稿とか出てくるんだけど、彼の投稿あのリスの写真と食べたものの写真が出てくるんですよ。食べてるものがね全部美味しそうなの。家の家庭菜園で採れたトマトを使ってパスタ作りましたとか、親近感が湧くね。2本目、じゃん、A 君、北海道限定発売で書いてるの分かります？ラベルよく見てください。熊でしょ、それから牛、時計台、カニ、北海島エビ、ジャガイモ、メロン、カボチャ、トウキビ、これホタテだね、キツネ、北海道新幹線。北海道の人が見たらなんか苦笑い。可愛いは可愛いんだけど、名前も A 君ザノース。これ実は北海道で4点の酒屋さんしかやってないんですよ、このめっちゃ可愛いラベルね。この4年の中で一番出来が良かったで、あまりに美味しすぎて試飲するスタッフ、女性のスタッフ加藤っていうのがいるんだけど、本当ですかなんて疑いながらもう持って帰ったんだけど、翌日にいやでもあれマジうまかったですつって、やや興奮気味でね朝で出勤してきたんですよね。飯にはめちゃくちゃ合うんですよこのお酒。日本酒って言ったらもう和食とか刺身とか出汁みたいなね、全然家庭料理でもね美味しく食べれます。肉じゃがでもいけると思うし、他の角煮みたいのもいけると思うし、異国情緒漂う料理じゃない限りは大丈夫そう。他にも買いたくなっちゃいそうな、こんなね札が、こんなね札が、神の心、神心ね。家訓っていうのがね、家族の口に入れたくないものは作らない。自己を自情って書いてある。自分で耕し、自分で醸す。どういう意味か分かる？自給自足。番外品、別取り、生原酒。でもなんかすごいね、鬼滅の刃みたいになってるけどこのねお酒はね甘いんだけど甘くないんですよ。まずシュワシュワします。飲んでると結構びっくりするかもしれない。次4本目、大福のいちごの花酵母。なんかめっちゃいちごだよねどんな質感になるでしょうこれね。はい、いちごの味すると思います皆さん。しないんですよこれ、しないんですよこれ、がっかりしますから。そんなにね、いちごの味はしません。でこういうこと言うとそこぐらいに怒られるのかな。で、花酵母を使うとすごい香りが高いお酒ができるんですね。
4日目とか5日目の方がもしかすると味美味しいかもしれないし、香りもねバンバン立ってます。この価格だったらリーズナブルで美味しいと思いますって言ってたんで、これぜひねお食事と一緒に召し上がってください。じゃじゃーん、はい、これです。星自慢、これね実はうちのね大ベストセラーなんです。話によるとねうちだけらしいんですね、北海道が。なんで星自慢なの？福島には星って緑の人がなぜかたくさんいるらしいんですよ。ここの社長さんが星さんです。俺が自慢したい酒だから星自慢だったらしい。ある酒屋さんがやってた利き酒コンテストトップ3に入ったんです。突然妻がもうとりあえずね日本酒全然好きじゃなくて、これを飲ませた時に、え、何これ美味しい、え、何これ美味しいって言ったのがこれだったんですね。めっちゃジューシーで、めっちゃ濃厚で、その絞ったばっかりの一番特徴的なものを全部ここに詰め込みました。はい、次はね、オノロベラ、スペインのロゼなんですよね。ロゼワインって皆さん飲まないでしょ。実は外国、そのワインを作ってる国の地元の人たちはロゼワインってジャブジャブ飲むんですよ。ワイン担当が毎年ね心くじけそうになるぐらいね心くじけそうになるぐらいね葛藤してるあのワインなんですね、このロゼワインって。なんかイチゴとかサクランボとかああいうこう爽やかな感じの酸味があってね、すっごい美味しいんですよ。これ実は浸透してくれないのがもうもったいなくてもったいなくてって、だから皆さん買ってください、だから皆さん買ってください。やばい、時間がなくなってきた。7本目、コタンフリーダムスっていう種類のビールです。ここにフリーダムスって書いてある。自由だ、トロピカルミステリーサワーって言うんです。マジカルミステリーツアーじゃないですよ。ビートルズのあの有名なマジカルミステリーツアーってね、それのオマージュなんですね。今度ね出るビールの名前もデイトリッパーって言うんですよ。音楽好きとしてはねこう追いかけてると楽しいビールなんですね。これねサワー IPA っていうね製法なんです。そう、めっちゃ酸っぱいんです、このビール。グレープフルーツの白い皮、こう下の両脇がニュ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 、唐揚げとね、めちゃくちゃ合うんですよ。ホップコタン史上最も生産量が少ないビールって書いてありますよ。価格は616円、普通の缶ビール3本買えます。8点目、これ最後です。バジルモッツァレラチーズ、パスタの名前みたいな。食感の和の感じとこの味のような感じのギャップがねたまらんのですわ。これちゃんとピーってシールできるやつはジップロックみたいになってますので、はい、しけらないので大丈夫だと思います。はい、毎週金曜日夜8時からですね、インスタでおすすめのお酒をですね、こういう生の中継として、できればこう僕たち売ってる側の生の声、飾っていない生の声の状態で皆さんにお酒のことを知ってもらった方が、多分こう皆さんお酒に抵抗感がなくなるんじゃないかなと思ってやってます。はい、また来週も金曜日夜8時、インスタグラムでお会いしましょう。はい、さようなら。今日もありがとうございます。